格闘人生俺流。俺流格闘家ジャイアント落合。日本プロ野球界が誇る三冠王落合博満の実の甥にあたる謎のアフロ男。長年の柔道経験で培われた柔軟な動きで相手をかく乱し、そして飛ぶ。まさに空飛ぶ宇宙デブ。この男、戦い方までも俺流。バリトゥード新世紀戦士リコ・ロドリゲス。将来を期待される若きアメリカの柔術家。その実力は世界の強豪が集うアブダビコンバット優勝ですでに実証済み。恵まれた体と洗練されたテクニックを生かして戦うバリトゥードの若大将が新世紀へ向けて拳をかざす。果たしてアフロ男の運命やいかに。ジャイアント落合 VS リコ・ロドリゲス。バリトゥード新世紀戦士リコ・ロドリゲス、アメリカ。あの落合博満の血を引き継いで俺流格闘家ジャイアント落合怪獣王国。さあ入場だけでも沸かせました。こちらジャイアント落合、後ろにマムーシと入っています。背投げが光ります。ジャイアント落合、怪獣王国の配下第1号選手です。さあ谷川さん、注目ですね、はい、リコも実力者ですからね。まあ本当に対照的な2人ですよね。そうですね。さあ試合が始まります。リコ・ロドリゲスとジャイアント落合。まあ、落合選手ですね、ああいうパフォーマンスも本当にあるんですけども、試合時はすごくいい選手なんですよね。そうなんですよね。前回のアルティメットボクシングですね、はい、バリティの試合やってるんですが、まあ、それ見ても本当に試合時がいいなって感じがしますね。そうなんですね。びっくりしました。サンボの世界王者ボリショフ・イゴニに、まあ、7分5秒で敗れはしましたけれども、特艦ファイト。そうですね。非常に動きのいい、あ、取りましたよ、プレーを見せてくれましたが、さあ、あのリコード選手はですね、一方ですね、本当にあのアブダビとか、はい、前回の、プライドデビューしてますが、非常に実力ですね、あの顔もいいことから、本当にあのビクトと同じようにですね、まあ、プライドの新しいエース候補になってるんですけども、今のあのタックル行ったところですね、落合選手が本当に冷静にあの切ってましたよね。そうですね。それともデビュー2000人は本当にとてもないと思えないですね。あのセンスというものは感じますよね。左のキックがクルを切り、殴り合いにちゃんと返してきますからね。そうですね。そして足を振りに行ったリコ・ロドリゲス。あ、取りましたよ。そして首を捕まえた。腰重いですね。俺をかわしました、ロドリゲス。さあ、落ち上げた。123.5キロ、ジャイアント落合を持ち上げて倒しました。得意のグラウンドへ、リコ・ロドリゲスです。やっぱりあのリコ選手のあの本当にあれですね、あのグラウンド、あのテイクダウンのテクニックすごいですね、今の落合選手の、強引にあの足首に入れてですね。そうですね、あのグッドリッチをねグラウンドで抑えたんですよね、はい。さあロドリゲスがここからどういう攻めを見せるでしょうか。逆に言うと落合選手がここからどういうふうに戦うかですね。もともと本当に、柔道の、高校専門学校の方の柔道の大会で、全国4連覇ですね。4連覇してますから、まあ、落合選手本当に、ね、野球の方、落合博満さんの本当に甥なんですよね。甥っ子なんですよね、落合さんのお姉さんの息子さんということで、甥っ子に当たります。ジャイアント落合、いや足を取られた。これはピンチだ。ヒールホールドだ、ね、膝十字に行くか。これは危ないぞ、ジャイアント落合。おー、かました。今のはですね、ちょっと良かったですね。この辺しかしセンスありますよ。ありますよ、井川さん、ね、落ち着いてましたよね。井川さん、いかがですか、ジャイアント落合。さあここはジャイアント落合がかわしてスタンディング戻しました。
ジャイアント落合本人も寝技は得意と言っていましたが好きなのは立ち技ですという話、うん、変わってますよね、その辺の、さあ初めてのプライドの舞台です。今 のストレートの本当に受け方でも本当にうまいですね。うまいですね、スッとなんかこう横にかわすような感じでね、はい、真正面に受け止めません。試合度胸がいいことと、それからこの辺も休んでます。落ち着いてますよね。落ち着いてますね、あと体重があることでちょっとリコ選手もなかなか苦しそうですね。そうですね、体重が10キロ以上差があります。そうしますと判定に関わってくることになります。体重差10キロ以上、はい、であとは膠着するとブレイクが認められるんですよね。そうですね、まあ、上の体重の重い人に上に乗られて膠、まあ、着してしまうと軽い人だったらもうどうしようもないですからね、さあ怪獣王国佐竹正明のところに所属をするジャイアント落合、その佐竹正明と一緒にアメリカモーリス・スミスのジムで1ヶ月間修行も行ってきました。厳しいトレーニングだったらしいですけど、それで痩せたと聞いてるんですけどあんまり変わってない、そうですね、変わってないように見えるんですけどね、まあ、前回の体重から 1.9 キロ軽くはなっています、あんまり変わってないように、ね、あんまり変わってませんね、あんまりよく分かりませんけどもね、さあ4分が経過しています。あれ膠着したからあのね、ホールドしてるのも本当に落合選手なかなかうまいですよ、この辺もうまい、はい、あそして今の俊敏な動きくるっと回りました。あしかし首はまだ大丈夫ですね、まだ入りません、ぐっと顎を下にしてこらえています、背中パンチを繰り出しました。そして顔面側面へのパンチです。リコロドリゲス。こういうパンチうまいですね。そしてちょっと苦しい体勢にこれはなりましたか。さあここから足を絡めるロドリゲス。首を狙ってくると思うんですけども。デビュー戦ゲイリー・グッドリッチから勝利をものにしてデビュー勝ち。ジャイアント落合はこれがプライドデビュー戦。さあここは苦しいかジャイアント落合。うん、でも冷静ですよね。ちゃんと冷静にディフェンスしますよね。そうですね。本人も総合立ち技プロレスの三冠王を目指しますと話していたジャイアント落合です。1ラウンド5分が経過しています。この試合は10分2ラウンド。ロドリゲスが後ろからの攻めを見せています。まあ、ちょっとロドリゲスも攻めあぐんでますね、この辺は谷川さんやっぱり落合のうまさですか。そうですね、うまさだと思いますし、体重がやっぱりありますからね、はい、さあこらえます。亀の状態になって、まあ、本当に何でも言いますけど試合度胸と冷静なのがいいですよね、いいですね、まあ、デビュー2戦目ぐらいになると本当にパニックっちゃうんですけども、この辺もしっかりとロドリゲスの左手を抑えます。そして自分が起き上がろうとするところ、まあ、ちょっと体勢変えたんですね、ました、さあロドリゲスはもういいポジションですよ、マウントです。マウントポジションになって首を捕まえました、はい、今ちょっと首を決めに行ってますけど、さあこの体勢です。首決めに行ってますね。首を決めに行くか、はい、タンプがタンプをしました。ジャイアント落合静けさの中、静けさの中ジャイアント落合がタンプ。リコロドリゲスデビュー戦から2戦2勝、一本勝ちです。まあ、今首決めて後ろから手を回してですね、完全に決めてたんですね。決めましたね、はい、首をしっかりと固めました。決めましたリコロドリゲス。あっという間の出来事でした。腕をですね喉に当てて、で後ろから頭のこれ最後ですね、見てみましょう、この体勢です。後ろからこうあれですね、首を締めに行ったって感じでしょうね。なるほどね、ぐっと締めました、完全にこれ両足も締まってますから、アタックですね。タップをしました。ジャイアント落合敗れ去りました。ちょっとポジション取りで油断しましたね。そうですね、リコロドリゲスゲイリーグッドに続いてジャイアント落合も下しています。もうちょっと見たかったですよね、ジャイアント落合がマイクを持ちました。すいません負けたって、次もどっちかいきます。やっぱりリコは強かった、でも俺も強くなる、これが俺の俺流です、これが俺の俺流ですと最後は締めました。
そしてリコロドリゲス。なんか本当に好対照2人。そうですね。このリコも非常に陽気な青年です。日本の皆さん、ありがとうございました。日本を心から愛しています。本当にありがとうございました。最後は精悍な顔つきでリコ・ロドリゲス。強いですね。この選手は本当に楽しみですね。そうですね。どん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 上の人と試合が見たいですね。高田道場でも、ね、2ヶ月トレーニングしたということで、はい、リコ・ロドリゲス、だんだんこう日本の文化、そして生活に浸透していっているようです。これがどつき合い。そしてロープに足が引っかかったシーンです。ジャイアント落合、まあ、最初は、ね、谷川さんどっち合いを見せましたが、はい、最後はグラウンドでの負け、はい、まあ、やはりそのグラウンドでの守り方というのはもう少しやってこないといけないなという感じがしますけどね。ちょっとポジションいいところ取られすぎちゃいましたね、やっぱりリコはやっぱりアブダビで優勝しているような実力者ですから、はい、まあそこまで取られちゃうと関節が来ますからね。そうですね、まあ、今日はジャイアンリサイタルを開きたいんだと話していたジャイアント落合ですが、最後は首固めに沈みました。バーリクード新世紀戦士リコ・ロドリゲスが勝利を収めています。ゲイリー・グッドリッチに続いてジャイアント落合を下しました。